湯浅は古代より熊野山系において上皇や貴族が滞在する宿所として栄えました。その後、鎌倉時代に伝来した金山寺味噌や醤油の醸造が盛んとなり、江戸後期には92軒の醤油屋が並び、湯浅は醤油発祥の町として発展しました。湯浅の町並みは醤油醸造など歴史的風致を残している評価を受け、平成18年、全国初の醤油醸造の町として保存地区に選定されました。津浦家は麹屋で、麹は醤油や味噌の製造に欠かせなかったのです。現在は資料館として、手作りの行灯や古い民具などを展示しています。北町茶屋一服は江戸後期の民家を改装した茶店です。聖路ミュージアムとは、町並み全体を資料館に見立て、湯浅ゆかりのシーカや古い民具を餅つきの蒸し聖路を使って展示し、町中に約100箇所点在しています。窓の形は時代とともに変化し、江戸時代は木工型、明治では長方形に変わり、さらに大正になるとガラス窓と移り変わります。銀星は元は醤油醸造でしたが、現在は金山寺味噌の醸造を行っています。津市二階と呼ばれる低い二階は、江戸時代武士を見下ろさずということから町屋の様式でしたが、年代が新しくなるにつれ総二階へと変わります。一筆流は湯浅出身の書家西岡隆章の作品を展示。湯浅の町屋は平入りが多いのが特徴ですが、この建物は三角形の切り口が出入りとなる妻入りとなっています。陣風呂は江戸時代から昭和の終わりまで営業していたお風呂屋さんで、当時の生活様式を伝える資料館として公開されています。湯浅の町並みには細い路地があり、
これらを障子工事と呼び、風情を味わわせてくれます。長い間口に6つの蒸し小窓が並ぶ大型の商家でしたが、現在は専用住宅として使われています。須原家は明治初期のもと醤油醸造所でしたが、昭和の終わりに廃業し、現在は住宅として使用されています。職人蔵では湯浅醤油の歴史、醸造道具などの展示と醸造工程を映像で案内しています。門町は江戸時代から150年以上の歴史を持つ手作り醤油と湯浅たまり製造は湯浅屈指の店で、醤油の香りとともに風格を感じさせます。大山堀は醤油の原材料や商品が積み下ろされた内港で、石積みの堀に立ち並ぶ醤油蔵など美しい景観を形成しています。醤油の香り漂う湯浅の町並みは、醸造の匠と重厚な歴史的景観を残してくれる町なのでありました。